湾岸奈良市のインターチェンジは、千葉県奈良市の市にある東関東自動車道のインターチェンジである。上り線は流入、下り線は流出のみ可能なハーフ IC である。千葉寄りの湾岸千葉インターチェンジとセットとなり、フル IC として機能する。本線料金所が併設されており、幕張メッセの最寄りの出口である。二千五年一月十一日まで国道五十七号の 渋滞を緩和するため ETC 装着車を対象に東関道の割引実験が行われていた。東関東自動車道に並行する一般道である国道357号は東京都と千葉県を結ぶ道路として昼夜平日休日を問わず渋滞するという問題を抱えている。また湾岸ならしのインターチェンジ付近は軽洋工業地域の一角であり多くの工場が 並んでいるため、大型車の通行も多い。このため、国道357号では騒音に対する、要請限度はおろか、環境基準をも超える騒音が発生している。そこで、国道357号を通過する車を、東関東通り用に転換させることで、渋滞の緩和を図ることを目的にした、社会実験が行われた。効果の把握を勘弁にするため、 ETC 利用車両のみの実験とされた。国道357号社会実験協議会が発表した実験結果の取りまとめによれば、対象区間における国道357号の交通量はやや減少し東関東道への転換が見られたものの、騒音の低減に至るような結果は得られず、むしろ案外市川インターチェンジ出口での渋滞が発生するなど、 根本的な渋滞対策の必要性が顕在化した結果となった。今回の実験は大都市部における利用路線の転換という試みである。しかし、ETC 利用車両限定の実験であること。割引対象区間がわずかであり、対象区間を通過する車両へのメリットを打ち出せなかったこと。湾岸ならしのインターチェンジはハーフ IC であるため利用しづらいこと。など、 周辺交通を劇的に変化させるには困難な要因が多かったことも事実である。ありがとうございます。